picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。バーディー取るけ、真央の笑顔もスコアメイク、山本真央です。よろしくお願いします。シミュレーションで海外のセントアンドリュースのニューコースを今日は回っていきたいと思います。わかりました。よし。ゴルフ結構小さい頃から始められてるんですよね。そうです。小5ぐらいから12、まあ、小学生の時に練習場についていってからがきっかけです。よし。パー4、356いきます。フェアウェイ。確かに37だもん。早いですよね。37。クラブメンズですもんね。クラブは全部メンズですか。でもどうなんですか。違うんだ。前はメンズ使ってたんですけど、今はシャフト変えてる。そうです。ちょっと軽めに。後でしたらクラブの見せてください。了解です。148 7番アイアンで。よし。アプローチ30ヤードサンドウェッジ 70%。 あ、落としたけどもいい感じかな。あ、でも言ってた通りだね。硬いね。硬い、うん。今トップしました。トリートップグリーン。このタイプ。いやー、パターだ。寄せるぞ。パターに何回。パターに何回。書かないでください。16。うん、まあ、ロングカットだから、むずいはむずいっすよ。優しい。あれ？なんでって。なんで？ああ、またや。パターに何ありかかりますよ、これは。やだよ。やめてください。お願いします。やばいんですけど、ちょっとパー取りたい。ただちょっとクラブを次に行く前に。はい、教えてください。使ってるクラブを、はい、テーラーメイド。そうです、全部テーラーメイドのクラブですね。でシャフトがテラマックス。テラマックス、はい、っていうシャフトを使用しております。硬さとかも R2、うん、メンズの硬さですね。メンズのや柔らかいやつ。これも色が可愛くないですか。シャフト色違いだ。そう、ドライバーだけ緑で2、3、4、5、6、7、8、9、10本。アイアンもシャフトあれなんだ。そうです、デラマックス。全部でデラマックスで揃えております。めっちゃ可愛い。新しいクラブとか興味はあるんですか。あります。 あるんだ。そう、あのちゃんと何あれもしたくって。あ、見てもらうやつ。そう、フィッティング。そう、フィッティングもしてもらいたくて。なるほどね。今自分がどんな感じなのかが分からなくて。まあ新しいクラブにしてね、なんか飛んだりしたらいいけど、わかんないもんね。そう、わかんなくて、ちょっとしに行こうって思ってるんですけど。パターはあずっと使ってる。パター上手い人結構ずっと使うんだよね。ずっと使う。スコッティ。あ、でもキャメロンだ。そう、スコッティキャメロン。そう、だからなんで真央がこれ持ってるのってよくやります。なんでこんないいクラブを。あなんで持ってるのかって、うん、そう、やれるんですけど、ずっとこれを、うん、愛用してますみたいな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、そし
ということでパー3176ヤードは5番ウッド。ちょっと長いですね。長いですね。いや、でも転がるっす。おお成功。おお、こっからパター。イエイイエイイエイ。よしよしよし。これでパー取んないとやばいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。忘れないっすよ、その気持ち。忘れないギャリーいるから。そう、ギャリー意識して。ギャリー大事。やっぱ何事も大事だと思う、応援してくれる人。いい感じ。イエーイ、パー。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、次は長めのパー4かも。長いパー4、435ヤード。ただいま。シミュレーションゴルフすごいね、本当に再現性がすごい。すごいです。フェアウェイ、次はまだバウッドかな。これはまだ248枚。バウッドで飛ばしていきます。ラフ難しそうですよね。うん、めっちゃ食われてたもん。92ヤードか。よし、ジングじゃ大きそうだけど、でも引かれるから、70% から 80% になるから、あ、大きめに受けた方がいいです。難しいよね、このフラットだから分かんない、色だけだと。青が低い、上プラス点と、うんうんうん、上ってるの。赤は上ってる。普通に上りそう思って、いい感じ。イエーイ。イエーイじゃないか。イエーイじゃなかった。あのギャラリーも無反応だった。無反応。無反応だった。Thank you.